はようございます。おはようございます。おはようございます。近いですねちょっと土井くんの顔がでかくて距離感がバグってますけどもうちょっと距離置いてもカメラを行ってみます。はい、3日目なんですけど、はい、土井くんが今回フィドアジアカップ出てるということなんですけど、ダブルスシングルス両方出ます、ねね、はい、あの仲間たちがね予選抜けたんで、はい、あちらの様子は一切映すことができませんので。あ、そうなんですね。あ、そこ、あの、まあ、外に行った時にちょっと声かけたいと思いますけど、はい、はい、岡野翔、あぜもと流星、坂井本ムー、メッセージを3人とも頑張ってください。はい、まあ、土井くんも結構今日は賞金が大きいと思ってね、じゃあ頑張ってください。両方入賞したいと思います、はい、お願いします。待ってます。やっと試合できます、ね、そうですね。アホフが長かったのどうですか調子の方。まあ、昨日部屋で相当投げたんで、4時間ぐらい投げっぱなしだったんで、ちっちゃい的で、ちっちゃい的で大きく見えますか今。そうね、大きくは見えるけど、試合になったらね、どうなるか分かんないのは知ってるから大事な予選2試合大事ですから、ね、うん、まあ、1個でも上行けるように、うん、頑張ってます。はい、負けます。ダブルス負けちゃいました初戦、はい、あ、まあ昨日までもうね惜しかったかじゃない結構しょうがない、ポイント足んなかった。足りなかったっすね。ポイントは結構足りなかったな。あ、今日ちょっと頑張って賞金取れるように。本当っす ね、はい、今日の下でちょっとプラスになるように頑張りたいです、はい、シングルスもあるでしょ。そうそう、シングルスもある。頑張ります。マッスル、マッスル、マッスル。はい、今日はダブルスシングルス昨日死んだんで、あの残念でしたけど、で試合はできるんで、まあ、ミクルさんはね、あの PDC ウーマンの方で、はい、ワールドダンスチャンピオンシップは来週なんですけど、はい、来週ですね。頑張ろうとは思ってるんですけど、まあ、今日でいい練習になったらいいかなと思って、ダブルスもいい感じで、まあ、今回シングルスもオープンとレディース両方でいいっていうことで、うん、おー、じゃあもう今日3試合ちょっと稼いで、はい、ちょっと頑張って、はい、ここに稼ぎます、はい、で来週も頑張ってください。いやめっちゃいやちょっとやり残したな。いやでもこれからちょっとアジアツアーちょっと挑戦してみようかな思いましたよ。なんかまあ今はやりたくなるよね。まあまずね、ちょっとジャパンで稼いできて、本当にジャパンで稼いでちょっと、ね、来週また岡山でね、広島からも近いから、こんなに自分が下手だともう悔しいね。いやまあ初めてこの大舞台でね、あんな、ね、あんなステージでできたから、そうですね。いやせっかく中継台とかやってくれたのに、うん、PDC TV にお前が映ってたわけだからね、うん、何事もポジティブ、うん、これもいい経験なんで、うん、僕のダーツライフにプラスに捉えれるように、うん、これからも頑張りたいと思います元気出して体ほんまに悔しい今日2勝、もうなんか2勝したら抜ける、まあ、3人ロビーなんで1位ですね。はい、なんか上がりました。わあ、ベスト10、アジアのベスト16、アジアのベスト16って言いたいと思います、これから。そうですねいやまだまだ千葉県アジア1位、岡崎でちょっと言おうと思います、はい、いや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 、アジアの1位もまだあるんで、1位まだありますよ。はい、この先も頑張って、はい、この調子で、はい、おめでとうございます。ポリティケート今度で、はい、応援よろしくお願いします。なんとか出ました、よかった。疲れました。いや、疲れないまあでもなんとか2連勝でベスト16進出でございますね。一応今アジア16、まあ PDC も15位だったんでジャパン16に入りたいですけどね。そうですね、そろそろお願いしますけどまあでも本当よかった、とりあえず、はい、賞金ここからは売買ゲームかな、賞金じゃないから
そうですね、はい、もういけるなら金何倍も出すぐらいの出れんならおめでとうございます、はい、とりあえずまだ、はい、そうですね、多通過なんで、ね、おはようございます。今日酔ってない？酔っ払ってる、はい、じゃあ口悪いいっちゃん出てくる。いえ、そんな様子は収まってないので大丈夫ですか。もうちょっとでって感じなんで頑張ります。ウーマン頑張ります。今日はシングルス？ダブルス？全部出ます。頑張ってくださいよ。はい、はい、頑張ります。後藤選手2勝で、はい、ベスト16進出できました、ね。まあ、あの PGC アジアの方でワールドダーツチャンピオンシップの権利はもう得てるんですけど、はい、まあ、グランドスラムオブダーツ、ね、はい、有名な舞台、まあ、これ優勝しかないと思うんで、はい、バサッと取りたいですね、はい、まあ、あと今日はあと1試合やるかな。そうですね、ですね、1回戦やる、はい、ちょっと休んで、じゃあ、はい、この後頑張ってください。頑張ります。はい、おめでとうございます。あ、グランドスラム行きたい。はい、はい、アゼノス選手、予選 2勝で通過しました、うん、ベスト16ちょっと緊張しましたけど、去年アジア3位だからね、相手はね、去年が2位で落ちちゃったんで、うんうん、今年リベンジで、あ、そう、去年より上行ったわけですね、はい、上行ったんで、まあ、あと1個勝って次に繋げて、まあ、そうですね、明日に、はい、だからモッチと後藤くんも抜けたんで、はい、3人揃ってね、はい、よかったです、安心まあでもまだもう1試合あるんで、はいはい、全力で、そうですね、今日はもう1試合、はい、頑張りますので、はいはい、ちょっとずつ前に、はいはいはい、応援よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。頑張るぞやばいはい、じゃあ動画です。はい、4人、モッチ、流星、後藤くん、春さん、ベスト16おめでとうございます。厳しい戦いだったと思いますけどね、どれも、まあ本当アジアのベスト16なので、ここから堂々と戦ってください。はい、じゃあ意気込みを。はい、そうですね、まあヤングな4人が残りましたね含めたね今46歳が、はい、1ヶ月に頑張ります。はい、ありがとうございます。そうですね、もうアリパリの権利が持ってるんで、まあ、グランドスラム目指して頑張るんですけど、ちょっと失礼アリパリの先輩がいっぱい、そうですね、一緒に行きたいんで、はい、そうですね、みんなで優勝しましょう、なるだけ敵国を倒してそうですね、はい、日本人みんなで行きたいです。次の相手は、僕はソニー、フィリピン、アルタムかな、これもフィリピン、フィリピン、フィリピン、日本人、サニー、サニー、イラガン、イラガン、あ、もうフィリピン対日本になるんでできるのイラガン、はい、ありがとうございます、すいません、流星は、やっぱ、これはあんまり海外経験がないから、そうですね、日本にいながら、この権利があるので、そこに追いつけるよ、先輩たちはね、アリパリ経験して、アリパリ、あ、経験値が、初だったよね、僕は初、うん、ワールドカップしかないですよ、もう春さんは、ね、もうウォークオン慣れたもんです、久しく行ってないけどそこまで追いつけるよ、ね、はい、今日もともやくも90ぐらいやってるんで、うん、アベレージにしてちょっと追いつけるように頑張ります、はい、そしてモッチ、はい、僕こっちなんですよ、海外に行ってみたい社会のものです。パスポートね、もうすぐパスポート11年もうすぐ取れるんで、ね、海外やっぱ行きたいなと思って、うん、頑張ります本当、はい、もうね、海外行きますよ、楽しむだけですね、パスポートゲットしたんで、うん、楽しむだけ、もっちは楽しんでるよ大丈夫、はい、はい、じゃあこの後頑張ってください、よっよってはい、お疲れ様です。やったね、来ました、アジアベスト8、はい、ね、最終日まで残りましたよ、はい、よかったです。なんかね、本当160アウトとかね決まって、はい、あれはしびれたね、もっともっと頑張りたいですね、うん、もっとね早く勝てる目もあったけど、はい、ちょっと外したりして弱気も出たかな、まあそうですね、ちょっと年
負けてる。ダブルがね、いつも立浪さんに負けてるて。あ、そうだね。去年アジアチャンピオンシップの日本予選で決勝で負けて、はい、まあリベンジだね、その。はい、リベンジできたんで。そうですね、だから明日ベスト8で、去年のアジアチャンピオンシップ優勝のクリスティアン・ペレス選手と対戦なんで、はい、まあ、なかなかね、まあ、対戦できることが、うん、今日もフィリピンの選手に勝って上がったと思うけど、はい、まあそう、3位だな、3位のパオロ・ネブリタ選手、はい、うん、まあフィリピンのレベルの高さをね大体思い知らされるけど、はい、日本も負けないように、負けないように頑張りたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。はい、明日も頑張ってください。頑張るぞ。104言ってたよ村松選手、安田松選手、はい、ベスト16突破しまして、ベスト8進出おめでとうございます。最終戦まで来ましたね。どうでした、舞台は。そうです、まあ、相手も強かったんで、すごい強いだったけど、ハルさんのスタッフがすごくて、いや、まあ100うれしい、みんな、ね、すごいと思ってると思うんですけど、ね、自信持って明日も、明日も自信持って、明日またね、今日みたいには、うん、いかない、まあ、簡単に勝たせてくれない相手ばっかりで、はい、うん、その前提に、前提にね、まあ、イギリスで強い人といっぱい投げてきたと思うんで、そうね、モダスがすごくいい経験になったイメージで、明日も頑張ります。はい、ありがとうございます。そして、はい、畔本君は、はい、初めて、まあ、立浪さんと唯一日本人対決でね、はい、なかなか立浪さんも強いんで、強いですね、はい、ドキドキしましたけど、はい、160がね、良かったっす、そこで、うん、いいのをみんなに見せれたかなという気がしますので、はい、また明日も見せられるように、はい、2人とも頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。覚えてるかな、覚えてない先輩来た、先輩いやナイス。すげえ震えて、すげえ震えてる。嬉しい。やった。やった。やった。いやー、まあ、明日。まさかのアジアナンバーワン。41から。の。稲川選手4対1から4-1から逆転ということで、智也君が、はいはい、こっから取り返していこうみたいなこと言ったんですけど、うん、そっから、いや、これまだいけるかもしれないとまだ諦めちゃダメだと思って、そうだ、ね、うん、全力でもう、あのチームメンバー、うん、あの流星君、うん、すごい聞こえてたし、応援がね、嬉しかったっす。もう答えないとって思うでしょで思うと思うんですけど、もうね、やっぱりまあまあプレッシャーに感じずにね、うん、あ、まあ明日もできるんで楽しんでやってください。あとはい、もう全力で楽しんで、はいはい、ポールさんとの試合をね、頑張ります、うん、ね、よく、はい、スーパー大逆転、うん、ね、初めてあの大逆転できた、うん、じゃあ明日も頑張りましょう。お疲れでした。頑張るぞ、優勝。じゃあ、もっち流星おめでとう。明日も頑張って、乾杯。明日もダーツできるようになりました、ね、はい、他のも明日ダーツできる。はい、出します。じゃあ、もっちキムチ食べない。いいですか。うん、荷物置けばいい。はい。癖なの？癖。すごい。ずっと何？ずっとヘコは。いや、じゃあすごいなと思ってなんか。何がすごいですか？ダーツすごいすごいすごい。何ですか？何やる？キムチ。え、なんか日本のキムチいいですか？え、絶対うまいやん。箸下手すぎ。先食べない。絶対うまいやん。酔いすぎやろ、箸。
ちゃんと座って食べこれキムチ史上一番そんなそんなお前持ったろよ、まあ、言ってじゃないですか、逆的に言ってマジでまぁ、あ、そんなこんなうまいでしょ、これめっちゃうまいっすよ、おマジでうまくない、マジで言ってんの、いやこれうまい、マジ騙されてキムチ史上一番、これキムチ、山芋の山芋なの、あ、山芋美味しい、甘いものキムチなんて見たことない、甘いも美味しいよね、いただきます、あれなんですか、もうあ、サクサクだ、いや、マジでうまい、いや、パチンコばっかり、1週間ぐらいマジで来たらいいじゃないですか、めっちゃ練習つけますよ、いただきます、はい、マジでこの人マジでやばいこれ、一緒舐めてます、あ、でも一緒よ、ほんまにこの前30時間ぐらいでこれはやばい、簡単、普段安定のうまさ、マジで2回30時間、おもろいわ、でもなんかこの間話インタビューしたけど、朝5時に起きて1時間半練習してから仕事行って、帰ってきて3時間半練習して1日5時間練習して、ちゃんとでも追いつけんのに、じゃあ仕事時間を削って練習するか、こんなにみんなに追いつきたいのにね、追いつけんのによ、1日何時間練習ありました、すいません、8時間もうマジ、あーサラリーマンとか食べないもん、これ追いつけんわ、ちょっと回おうかな、美味しいっすか、わかめスープ、卵スープ、卵スープ、ごめん、卵で、卵美味しい、みんな美味しいっすか、美味しいっすか、もしもらえんさいや、もらいます、はい、もらいます、じゃあそれ持ってみて、何味、卵、卵、卵、何回休むの、何味とか、もちまろさん、もちまろさん、宝石箱、ね、分かってんすよ、え、今日こっちなっていいんすか、いやー、あの、こういう、あの、デカめの美味しいお肉はこうやって、あ、肉こうやって巻いちゃう、あ、海苔のように、うわこれ、ね、入れすぎちゃうの、入れすぎちゃう、これ何チューブに乗るんですか、これうまいが、今、すぎて、せっこんじゃったやっと、ちゃんと落ち込みましたから、ね、その空気、もったいないから、カルビでございます、美味しいよ、それぐらい、それぐらい、それぐらい美味しい、俺は詰め込む、どういうんだお腹いっぱい、もちおさん、僕あのいただきましたね、ごちそうさまでした、お腹いっぱい、俺食った、まあ明日に向けてパワーつけたんで、はい、まあ、あもちまろいいですね、明日ってますね、明日じゃあ2人で決勝できるかもしれないからな、くんまあ山的には、そうしたら2人ともイギリスだからな、そうなったら確かに、めっちゃいい、うわ超心配、そしたら30種で全員イギリスという可能性も、頑張りましょう、うん、そうですね、はい、なので、はい、頑張りましょう、お疲れさまでした、はい、明日は頑張ろう、頑張れ、おい、一言、お前もや